ルートビヒスブルク軍はドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区の軍である。ルートビヒスブルク軍の軍庁所在地は本軍最大の都市でかつてビュルテンベルクの旧帝都市であったルートビヒスブルクである。人口は54万4971人でドイツで6番目に大きな軍である。ルートビヒスブルク軍はネッカーボンチの大きな部分を占める。 ネッカー川はシュトゥットガルトから流れてきて南側から本軍の領域に入る何度も蛇行を繰り返しながら軍内を流れ大きな西部と小さな東部に分割している軍の西側はエンツ川とその支流のグレムス川で構成されているエンツ川の北側はシュトロムベルクでありシュトローゴイがグレムス川の両岸に広がっているシュトゥットガルトから北に向かって コルンベストハイム、ルートビヒスブルク、フライベルクアムネッカー、ビーティヒハイムビシンゲンが、ネッカー川及びその谷に面した人口密集地域を形成している。軍の中央部分は歴史的に重要な方園アスペルクから望むことができる。本軍の軍域には、ムルタールやボットバールタールの大部分が含まれており、北部はレーベンシュタイナー山地に接する。ルートィヒスブルク軍には、 約210の集落が存在する。本軍は、北は、ハイルブロン軍、東は、レムスムル軍、南東は、シュトットガルト市、南西は、ベイブリンゲン軍、西は、エンツ軍と接する。エンツ軍は、カールスルーエ行政管区、それ以外は、シュトットガルト行政管区に属す。州統計局の2018年12月31日、現在のデータによる。 ルートビヒスブルク軍には19の自然保護区が存在し、その面積は523ヘクタールで、軍全域の0.76%に当たる。自然保護区はしばしば複数の市町村にまたがっている。他の軍域にまで広がっている例もある。シュトットガルト行政管区の自然保護区の運営は、シュトットガルト行政管区長官の業務である。域に人が存在していた。 最も古い証拠は、1933年に、シュタインハイム近郊のムルガー沿いで発見された25万年、前のホモシュタインハイメン室の頭蓋骨である。新石器時代以降は、数多くの考古学的出土品により、継続的な定住がなされていたことが証明されている。ホーエガスペルクは、ケルト時代の属長の所在地で、クライン・アスペルグレや、 ホーホドルフアンでアエンツの豊かに装飾された墓がその権力を示している。85年にローマ帝国がこの地方を征服し、バルハイムやベニンゲンの城塞を含む遺跡を残している。3世紀にアレマン人による領土獲得がなされた。フランク人による征服後、フランケンとシュバーベントの教会が本軍を通って設けられた。教会はグレムスから 方円アスペルクを通って、アファルターバッハ近郊のレムベルクに至るラインにおおむね、沿っていた。14世紀にビュルテンベルク博が成立し、最初は南部と東部から徐々に領域を拡大した。1302年に、マールバッハ、1308年に、グレムスガウを含むアスペルク博領、1322年に、ボルフゼルデン領、1336年に当時、 帝国都市であったグリュー人間を支配下に収めた。1357年にリヒテンベルク領を獲得してボットバールタールを確保し、1360年にはエンツガウのファイン人イ間ンンクを倒し、1561年にザクセンハイムを小中に収め、1564年にはマリエンタール修道院を帝国直轄の市場長シュタインハイムアンデアムルと共に手に入れた。 1595年に当時の公爵がバーデン編境博からベージヒハイム領主化の土地を購入したことでベニヒハイムといくつかの騎士領の村を除き現在の軍域全体がその支配下に入った17世紀にこの地域は戦争にひどく苦しめられた30年戦争は多くの住民の命を奪った1688年から1707年の 継承戦争でのフランス軍の襲来は、さらなる荒廃と、経済的損害をもたらした。1705年頃のルートヴィヒスブルク上重要な、ステップの一つが1704年からのルートヴィヒスブルク城とその都市の建設であった。ルートヴィヒスブルクはこの地域の新たな中心地に、発展した。それに反して、マルクグレー人間とマールバッハは、中心地としての機能を徐々に失っていった。 現在の軍の講師は1718年にアムト・マルク・グレー人間の領域内に設けられたオーバー・アムトルート・ビヒスブルクであった。ビュルテンベルク公は1805年に最後まで残ってた帝国騎士領の貢献を獲得した。現在の軍域全体は1806年に成立したビュルテンベルク王国に属し、運命を共にすることとなった。現在の軍域は 以下のアムトの全域あるいは一部からなっている、ブラッケンハイム、ザクセンハイム、ベージヒハイム、ビーティヒハイム、マールバッハ、バイプリンゲン、ルートビヒスブルク、アスペルク、グレーニンゲン、レオンベルク、ファインゲン、マウルブロン。これらのオーバーアムトは1806年と1810年に再分割され、いくつかは廃止された。1816年に、 新たな王ビルヘルムへの誓願が失敗したことで、マルクグレー人間は一世紀近くに及んだ再編に対する抵抗を取り下げなくてはならなかった。1938年にオーバーアムトはルートビヒスブルク軍となり、オーバーアムトベージヒハイム及びマールバッハの大部分と、新たなバイプリンゲン軍及びファインゲン軍のいくつかのマチソンがこれに追加された。オーバーアムトマウルブロンと、 オーバーアムとブラッケンハイムのいくつかの町村はファインゲン軍となった。ルートビヒスブルク軍は軍の再編に伴い1973年1月1日に新設されたファインゲン軍のおよそ半分及びレオンベルク軍のいくつかの町村バックナング軍のアファルターバッフ派が編入され現在の範囲にまで拡大された。これに先立って1972年1月1日に ハイルブロン軍のグローナウ町が廃止され、オーベルステンフェルトに合併した。1972年7月1日に、バックナング軍からリーリングスハウゼンがこれに加わり、マールバフ・ハームネッカー氏が成立した。軍域再編完了後、ルートビヒスブルク軍には39市町村が含まれ、このうち18が市、さらにその中の6市が大規模軍所属市である。 本軍の市町村の内格段に人口が多いのがルートビヒスブルクで、最も人口の小さな町がヘッシュヒハイムである。最も広い市町村はファインゲン、最も狭い町はフロイデンタールである。以下に示す人口は実行調査結果、またはバーデンビュルテンベルク州統計局の公的な研究結果によるものである。2000年末から2010年末まで、 約2200人の人口増加があった本軍は、バーデンビュルテンベルク州で最も多く人口が増加した軍である。軍議会議員は5年ごとの選挙で選出され、少なくとも84議席で構成される。追加の議席は、軍条例22アブス6で定められた調整議席である。2019年5月26日の選挙結果に基づく議席配分を以下に示す。 軍議会は、その任期8年間の軍長を選出する。軍長は、軍の代表者であると同時に、軍議会及びその委員会の議長を務める。軍長は、軍役場の業務を指導する軍の役人でもある。軍議会や委員会の開催もその職責に含まれる。彼は議会を召集し、運営し、組織された委員会を機能させる。委員会での投票権はない。市長代理は、 軍役場の筆頭者が務める。第二次世界大戦後の軍長を列記する1945年から1972年までの軍長はファインメン軍の軍長である。ルートビヒスブルク軍の紋章は金字で横向きに配された黒い鹿の角の下に赤い爪と赤い舌を見せる黒い和紙が描かれている。この紋章は 1939年1月28日に採用され、1973年の軍裁編後の1974年8月30日に改めて承認された。鹿の角はビュルテンベルク港を表している。この公尺下は古くから現在の軍域の全体近くを治め、ルートヴィヒスブルク市を建設した。 わしは1336年まで自由帝国都市であったグリュー人間を象徴している。この町は帝国突撃機の機種であり、ビュルテンベルクのオーバーアームト所在都市としてルートヴィヒスブルクの先駆けであった。和紙を描いた帝国突撃機は軍庁所在地ルートヴィヒスブルクの紋章にも描かれている。ルートヴィヒスブルク軍は以下の地域と姉妹地域関係にある。 さらに2002年からイタリアのベルガモ県と交流を行い2005年に協力協定を締結している。ルートビヒスブルク軍には約17万人分の職場がある。失業率は3.1%で連邦平均よりもかなり低い。社会保険支払い義務のある就労者のうち約37%が加工業に従事している。小売り、宿泊、 交通業従事者は約24%、その他のサービス業従事者は約39%であった。農林業従事者は全就労者の1%であり、その2、3はぶどう栽培に従事している。ルートビヒスブルクの工業の重点は自動車製造、金属加工、合成樹脂加工である。サービス業部門は何年も前から成長を続けている部門である。 ルートヴィヒスブルク軍はドイツで最も成功した経済地域の一つである。通ンフトアトラス2019でルートヴィヒスブルク軍はドイツ全土の401の軍、市町村連合、軍独立市のうち18位に位置づけられ、非常に高い将来性のある地域の一つに格付けられている。道路軍内をアウトバーン A81 号線。 シュトゥットガルドハイルブロン、ビュルツブルグが通っている。さらに連邦道、修道、軍道が整備されている。その中でも重要なのが、連邦道 B15 号線、シュトゥットガルトプフォルツハイム及び B27 号線、シュトゥットガルトルートビヒスブルクハイルブロンである。軍の中部から南部は環境ゾーンに指定されている。 ルートビヒスブルク及び周辺部環境ゾーンは2013年はじめに、レオンベルク、ヘンミンゲン及び周辺部環境ゾーンは2013年12月に設けられた。ルートビヒスブルク軍の地図鉄道軍内を通る鉄道路線は、フランケン鉄道、ビーティヒハイムビシンゲンデコの路線から、ミュールアッカー方面に分岐する路線、バックナングルートビヒスブルク線及び、シュトローゴイ鉄道である。 鉄道路線の一部は、シュトットガルトエスバーン号が利用している。S4 号線は、シュトットガルトからルートビヒスブルク及び、マールバフハームネッカーを経由して、レムスムル軍のバックナングへ向かう。S5 号線はやはり、ルートビヒスブルクを経由して、ビーティヒハイムビシンゲンへ行く。また、S6 号線、シュトットガルト、バイルデアシュタットが、軍南西部をかすめている。さらに、 ゲルリンゲンは U6 号線で、レムスエックアムネッカーは U12 号線で、シュトットガルトミッテと結ばれている。いわゆるシュスター鉄道はコルンウェストハイムとウンターテュールクハイムとを結んでいる。マンハイムシュトットガルト高速線も軍域を横断している。この路線の軍内唯一の駅がファインゲンアンデアエンツ駅である。 コルンベストハイムの生誕に1918年から1920年までコルンベストハイム創車場があった。これはバーデンビュルテンベルクで2番目に大きな創車場であった。軍来の鉄道の歴史的発展は1846年にシュトットガルトからルートビヒスブルクまでが開業し、1847年にビーティヒハイムまで延伸されたオーリツビュルテンベルク区に 有鉄道北線によって始まった。ここで、路線は分岐し、1848年にハイルブロンへ、1853年にミュールアッカー及びブルーフザールに延伸された。コルンタール駅とディチンゲン駅がある、現在の S6 号線は、1868年、69年にシュバルツバルト鉄道によって建設された。バックナングビーティヒハイムへは1879年に、 フライベルクからルートビヒスブルクへの支線は1881年に開通した。マールバッハでは1894年にバイルシュタイン及びハイルブロン南に行く狂気鉄道ボットバールタール鉄道が接続した。1896年にシュトゥットガルト中央駅を迂回してウンター・テュールクハイムからコルンベストハイムへ向かう貨物船が設けられた。 オーバーアムと所在地ファインゲンは1904年にビュルテンベルク鉄道協会によって市内から離れた駅で鉄道と結ばれた。ドイツ鉄道のマンハイム・シュトゥットガルト新線の開通は1990年に地域の大規模な変更をもたらした。1906年にビュルテンベルギシェネーベンバーンはシュトローゴイ鉄道コルンタール・バイサハ線の営業を開始した。 ユルテンベルク国有鉄道の軍内最後の路線は1916年に開業された支線ルートビヒスブルクマルクグレーニンゲン線であった。かつて全長 141km あった鉄道網のうち以下の 34km の区間で旅客運行が廃止された現在の支電路線は1926年にゲルリンゲンがホイエルバッハ支電によって シュトゥットガルトと結ばれたことを講師とする。また、1999年には、レムスエック・アムネッカーがシュトゥットガルトと結ばれた。ルートヴィヒスブルク軍は、以下の職業学校の運営母体となっている。さらに軍は幼稚園を併設した、精神障害者のための学校をルートヴィヒスブルク及び、シュタインハイム・アムムルで、言語障害者及び長期入院患者のための、 幼稚園を併設した学校ルートビヒスブルクで身体障害児のための幼稚園をルートビヒスブルク法エネックで運営している。軍はマルク・グレー人間主と共同で音楽芸術に重点を置いたヘレーネランゲイコールギムナジウムも運営している。ルートビヒスブルクはクリニークルートビヒスブルクビーティヒハイム GGMBH の75%出資者である。この医療法人は ルートビヒスブルク、ビーティヒハイムビシンゲン、マールバフハームネッカー、ファインゲンアンデアエンツ及びルートビヒスブルク老人リハビリテーション委員を運営している。ルートビヒスブルクとビーティヒハイムビシンゲンの病院はハイデルベルク大学のアカデミックな学習病院となっている。軍はルートビヒスブルク軍立貯蓄銀行の運営者でもある。これらの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。スタタスティシャスランディゼムトバーデンベルタンベク、ベボケルウングナーハナッシュナラタットウントガッシュレッシュと、AM31 デッドセンバー2020、フラカナーヒバングナーハアートデアトツクライケンツェング2018、スタンド31.122018、 スターティスティシャベレクトバーデンベルタンベク https www.statistik-bw.des ラッシュサービススラッシュ v e r o e f f スラッシュ statistik-eberekt3 億3361万8000日 pdf2020 年2月15日閲覧シュッツジェベット インロンドクライスルドビックスバーク。2020年2月15日閲覧。ゲルハルト・リーブラー、アービーツ・クレイス・ジェシクツ・ファース・チャン・ウント・デンクマル・フリッジ、マーク・グローニンガン、エド、マーク・グローニンガン、カーゼ・バイ・リッチ・ベギー・イングン・ミット・デア・スタット・ウント、イラー・ゲシヒテ、マーク・グローニンガン、ピアニッシモ、97、スタタスティシャス・バンディ・ゼムット、エド、 ヒスターシャス・ジェメイン・デバース・シュニス・フィワダイ、ブンディス・レブ・ブレイク・ドイッチュ・ランド・ナ・モンス、グレインズ・ウント・シュラッセルト・ナ・マーナンド・ランガン・バイ・ゲメンデン、クレイソン・ウント・レイジル・ウングズ・ベザー・キン・ホォム27.5、1970・ビス31.12、1982、シュトットガルト・マインツ・ W ・コールハマー・ピアニッシモ、452、462、 ISBN 978から3から17から003263から7ロンドクライスルドビックスバークミットホークストムベボケルングスラックスサイトエンデ20002011年7月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年2月16日閲覧シュナルメルドンフィアダイクレイストグスウォール 2019PRFAM26.052019 LRA ルドビックスバーク。2020年2月16日へ閲覧。ヘレルドリー・オブ・ザ・ワールドルドビックスバーク。2020年2月16日へ閲覧。パートナース・チャル・ファトン・ランドラッツェムットルドビックスバーク。2020年2月16日へ閲覧。ルドビックスバーク・アゲンチャー・フュアバイト。2020年2月16日へ閲覧。ハンデル・ソー・ブラッド・プログノスズ・クン・フザ・トラス。 2020年2月16日閲覧、ありがとうございます。